の業が明かすゴート、制作での難題と感動の瞬間。ナンバー、愛の新曲、ゴートは奇跡の産物驚愕の制作秘話が明らかに。ある日の午後、東京 FM のラジオ番組、JA 全農、カウントダウンジャパンが放送されていた。この回には、ナンバー、愛の平野史洋、岸優太、神宮寺優太の3人が登場し、最新のリリースであるファーストシングル、ゴートについて語っていた。 平ヤはゴートのリリースについて準備期間を設けてじっくりと考え熟成させたと語る彼らがどのような曲をファーストシングルにするかについては慎重な話し合いが続いた彼らはファンの想像を超えるような楽曲を制作することを目指しておりその一環としてヒットホップの影響も感じられるゴートが生まれたというしかしイメージにたどり着くまでには苦労もあった時間をかけ トラックメーカーと共にスタジオにこもり、一つ一つの音やラップのレコーディングにこだわった。その過程で完成できないと感じる瞬間もあったが、彼らは曲のポテンシャルを信じて進んでいった。騎士はリスナーからの質問に答えながら、ゴートのレコーディングについて語った。彼らは何度も曲を聴き、朝までスタジオで作業を続け、3回目の録音でやっと理想的なラップが生まれたという。この制作過程で、 3人はそれぞれの個性を曲に反映させようと努力した。騎士のラップは特にクレイジーなキャラクターを表現するために工夫された。彼は自身のラップについて、コツはないと笑いながら語ったが、その感覚で曲を表現していると述べた。彼らの話を聞いていると、制作には多くの努力と情熱が中、がれていたことが伝わってきた。 彼らはファンの期待に応えるだけでなく、自分たちの表現したい音楽を追求し続けているように感じられた。この番組の終わりに、私は彼らのこれからの活動を心から応援したいと思った。彼らの熱意と才能は本物であり、今後も彼らの音楽活動から目が離せないと感じた。ゴートの制作秘話を聞いて、彼らの音楽に対する情熱と努力に改めて感銘を受けた。 これからも彼らの活動を注視し、新たな楽曲が待ち遠しいと思うファンの一人として、彼らの活躍を期待している。次の曲はどんなものになるのか、私たちは今から楽しみにしています。どんな挑戦にも成功してほしいと願いながら、彼らのこれからの活動を見守っていきたいと思います。ナンバー、アイヒラの仕様は、最近の楽曲、ゴートの成功を祝っていました。その成功の裏には、熱心な努力と工夫がありました。 彼は、制作の背後にあるストーリーをファンに明かし、その過程で得られた洞察を共有しました。彼は、リリース後の気持ちについて語りました。ボートが世に出た時、彼らは準備期間を持ち、慎重に考え、完成させたと述べました。彼らは、ファンに新しい側面を示し、魅了する楽曲を作りたいと考えていました。彼らの目標は、みんなが想像するようなものではなく、驚きと感動を与えることでした。 楽曲制作には時間と努力が必要でした。彼らはトラックメーカーと協力し、一緒にスタジオで作業し、どのようにブラッシュアップしていくかを検討しました。彼らは自分たちが新しい挑戦に直面していることを感じ、それを追求することを決意しました。彼らは途中で挫折することもありましたが、最終的にはその曲に固執し、成功を収めました。リスナーからの質問に答えて、 キシユータは録音プロセスについて詳細を説明しました。彼らは曲を何度も聴き、何度も録音し直しました。特にキシのパートは挑戦的で、時間と努力が必要でしたが、最終的には成功理に終わりました。彼はキャラクターや個性を表現するために努力し、それぞれのメンバーが曲に独自の思考を加えることができるようにしました。ゴートの成功は、彼らの情熱と努力の結果であり、 これからも彼らがさらに成長し、新たな挑戦に取り組むことを期待しています。彼らのストーリーは、夢を追い求める人々にとって励みとなるでしょう。彼らの成功は、ただ幸運な偶然ではなく、努力と決意の結果だということを思い出させてくれます。最後に、私たちは自分の夢や目標に向かって進むことの重要性を考えさせられます。彼らのように、 困難に直面しても決して諦めず、努力を続けることが成功への鍵であることを学びます。彼らの物語は、私たちに希望と勇気を与えてくれます。これからも、ナンバー、愛の活躍に期待し、彼らの成功を心から祝福します。彼らの物語は、私たちに、夢を追い求めるための情熱と努力の重要性を思い出させてくれます。彼らの成功は、 ただ偶然ではなく、熱意と決意の結果であることを示しています。